次の大将軍を目指す。新六大将軍は、誰になるのか徹底予想。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、最新の新六大将軍の可能性について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。ようやく御戦が完結し、中華統一への駒を進めたシーン。そろそろ姓が語っていた、六大将軍の復活も見えてきたと思います。そこで、今回は、最新の状況を踏まえて、新六大将軍に誰が選ばれるのか、候補と可能性を考察してみました。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、ぜひ、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。現在の大将軍。新六大将軍は当然ですが、階級としては、大将軍である必要があります。そのため、現在すでに存在する大将軍は、確率の高い候補だと考えることができます。そこで、現在の大将軍を一旦整理してみましょう。真の大将軍は、現在、次の通りです。合将軍での選考第1位によって、マウゴが大将軍へ昇格してましたね。そして、二人目の大将軍として、チョウンの功績から、ドウが大将軍に。また、合将軍での特別巡行では、ヨウタンワが、大上層の位をもらっており、これは、真においては、大将軍の位となります。ですので、彼女は、事実上の大将軍と言えますね。その他、まだ未確定ではありますが、業攻略の功績によって、王翦が大将軍になることは、ほぼ確実でしょう。こう考えると、すでに3人、近々には、4人の大将軍が、真に存在することになります。全員が6大将軍になると考えると、残りの枠は、2人になりますね。2、大将軍未満の候補者。では、大将軍、大将軍予備軍以外には、誰が、新六大将軍の候補になるでしょうか？当然、候補になるのは将軍である武将になりますよね。そうなると、候補は次の通りです。御戦の終了時点では、まだ関係以外は将軍ではありませんが、李信、オウファン、マーゲンは今回の功績で、将軍昇格が確実だと思われます。また、羌海はまだ参戦未詳ですが、昇格が早いと思われるので、選考対象に。一応、将軍としては癖もいますが、実力を考えるとさすがに、と思いましたので、ここでは候補に数えていません。この大将軍、将軍の計9人から、誰が新六大将軍になるのか、それぞれの活躍や史実から、可能性を考察していきましょう。まず、確定だと思われる将を挙げて、その後で、それぞれの可能性を考えていきます。じゃん！確定枠1、王翦。まず、確実に、新六大将軍に入り、おそらく筆頭となるのは王翦ですね。史実の活躍を鑑みれば、彼の六大将軍入りは間違いないと思われます。詳しくは、別の動画で紹介していますが、王翦は、戦国七雄の敗軍を滅ぼしています。王様になりたいという危険思想を持っているとされていますが、彼が謀反を起こしたという記録は残っておらず、何らかの形で、この問題は解消されるでしょう。旧六将の覇気的なポジションとして、新六大将軍をまとめていくと思われます。4、確定枠に、ドウ。次に可能性が高いと思われるのは、すでに大将軍であるトウですね。彼は、史実において漢を滅ぼしており、功績としては十分でしょう。その後も戦闘記録こそ残っていませんが、徐攻略の支援をするなど活躍し、中華統一まで生き残っています。キングダムの内容としても、旧六将の副官だったトウは名実ともに、お抜きの後継と目されていると思われます。そのため、旧六将の脅威を知る列国にも、権限効果が抜群で、威風させられるはず。当時の六将を知る身として、新六大将軍の中で、六大将軍のあり方を、他の将に伝える。先輩ポジションになるかもしれませんね。5、確定枠3、モウブ。また、すでに、大将軍であるモウブも、六大将軍の確定枠だと思っています。モウブは、史実の記録こそ、徐攻略くらいしか残っていませんが、李信は敗れたコヌエンや、秦を裏切った昌平君など、秦の強敵ばかりを倒しています。
また、合従軍での功績は、王国から国を救ったという点からも、非常に大きなものであり、先行1位だった彼が6大将軍入りすることは、可能性として高いと考えられそうです。ムーム自身、当初から、6大将軍制度の復活を上奏するなど、意欲も十分ありました。むしろ自分が選ばれなければ激高して、宮廷で暴れる、くらいはしそうですよね。6、確定枠4、維新。次に新6大将軍入りすると考えられるのは、我らが主人公の維新です。維新は、史実で、燕と戦を滅ぼしており、功績は、秦の中でもトップクラスです。それに大敗の責任はありますが、その後の挽回の功績を見ても、資格は十分。どのタイミングで、新6大将軍が決まるのか、というところにもよりますが、単に、主人公ということを差し引いても、新6大将軍入りは、十分あり得ると思います。確定枠5、王鵬。可能性が高い賞としては、王鵬も新六大将軍に入ると考えています。王鵬も真の将軍の中では史実に残る活躍が多い一人です。王翦と共に燕と雲を陥落させたり、身を滅ぼした功績が残っています。魏火龍、紫伯を倒す槍の腕前に、唐を唸らせる腕力の才など、キングダム本編においても6勝に入る資質は十分あります。王翦がいるので一族二人は6勝となり、権力の集中が疑念にはなりますが、そこさえ疑念が払拭できれば、高確率で新6大将軍に入るでしょう。ここまでが私が考える新6大将軍の確定枠5人です。6勝はあと1枠ですが、この1枠の決め方が非常に悩ましいですね。残りの1枠の可能性を作中の描写と史実から考察してみましょう。8、可能性1、盲点。まず、若手3人という括りで見ると、盲点は可能性が高いのでは？私も、以前は、そう考えていた時期もありました。けれど、史実とのすり合わせや、いただいたコメントなどを見ていくと、盲点は入らないかも、とは思い始めています。主な理由としては、史実における活躍の少なさです。記述を見る限り、盲点の中華統一までの活躍は、聖の降伏前の出陣くらいのものです。ソミリシンと共に攻めた時には大敗北を喫しており、その前の功績はありません。どちらかというと、マーテンが活躍するのは中華統一後の郷土討伐ですので、戦国の間の6大将軍としては、ちょっと根拠が薄いように思いました。一応、大将軍を目指してはいるようなので、大将軍のくらいは手に入れるのかもしれません。コメントでも軍艦になる、ション・ヘイ君の後釜で軍総司令になる、という意見もあり、彼は、新6大将軍以外の重要ポストに収まるのかもしれませんね。9、可能性に、羌海。次に羌海はどうでしょうか？幽霊への仇討ち後には、真に向かって、私の大将軍になる、と宣言していましたよね。軍の指揮についても天才肌で、将軍としての資質も十分と考えられます。もし、剣術の影響でリブが使えなくなっていても、彼女のポテンシャルなら活躍が見込めそうですよね。史実においても、王翦と共に趙を攻めて、なんと遊牧王を捕らえて趙を滅ぼしてます。密国を滅ぼす功績は、新6大将軍としても十分な功績と言えるでしょう。唯一ネックなのが、剣術による寿命現象です。秦を生き返らせるために、寿命を半分以上、ほぼ全部を捧げているために、記録による趙攻略のすぐ後に死亡するという可能性も低くありません。新六大将軍の選出時期次第では、羌海が選ばれることはないかもしれません。また、これはメタな話ですが、原先生の考えとして、6勝には、一人女性を入れたいともおっしゃっていました。旧6勝で遊興と同じ枠ですね。剣術で寿命が縮んだことを鑑みても、李信と羌海で、お雪と羌を重ねて、ドラマを描くという可能性もありそうですね。10、可能性3、歓喜。では歓喜はどうでしょうか？すでに将軍として活躍をしており、魚攻略戦でも大きな貢献をしています。連覇や王旗からは6勝級の将として評価され、実力的には十分だと考えられます。しかし私の考えでは、歓喜の6勝入りはほぼないと思われます。理由は2つあって、1つ目は史実での歓喜の退場が明確であり、
早すぎる点です。歓喜は龍戦後にも蝶を攻めて武将を倒すなど活躍しています。しかし李牧に敗北しており、そこで死んだとも、韓王旗と名を変えて縁に逃れたとも。いずれにせよ中華統一に対しての功績が他の将に比べて小さく、退場時期も早いので六将には選ばれないのではないでしょうか。また戦争の自由を与えられる六将に素行の悪い歓喜軍を選ぶのは危険すぎます。占領下で虐殺を行われてはその後の統治にも差し障りがありますし、手綱を緩めて歓喜を使うというのはさすがに難しいと言えるでしょう。11可能性4、龍丹羽。ではすでに大将軍の位を持つ龍丹羽の6勝入りはどうでしょうか。コメントでも人気のようですが、私はその可能性は薄いと考えています。理由は2つあります。まず重要な点として、龍丹羽は真の将軍であるという以前に山の民の方です。真と山の民は主従関係ではなく、あくまでも対等な同盟のはず。その同盟国の王を6勝に据えるというのはさすがに無理があるのではと思います。スーグの出撃はあくまでも真からの要請に好意で応えているだけのはず。それを強制力のある6勝に当てはめるというのが失礼に当たると思うのです。また史実では王翦と共に蝶を攻めてますが、直接的な働きの記述は薄く、辻褄を合わせようと思えば可能ですが、他の将よりも6勝入りの根拠が薄いと思うのです。12結論。以上の点から私は新六大将軍として次の将たちが選出されると考えました。最後の一枠に教会を入れるか文帝を入れるかかなり迷いましたが、史実での功績を考えると中華統一以前では教会の方が選ばれるかなと考えました。女性枠を一枠作りたいという話も原先生がしていたようですしね。もちろんこれは私が現時点までの作中の描写と史実をもとにこうじゃないかと考えた結果です。他にもいろいろなご意見があると思いますので、ぜひコメントで教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。